冷たい肉そば冷たい肉そばは山形県河北町八の名物料理。つったい肉そばとも呼ばれる。そばの代わりに中華麺を使用したものは肉中華と呼ばれる。山形県河北町におけるそばの食べ方の一つ。冷たいといっても冷やしラーメンのように、つゆに氷を入れるのではなく、常温で提供される。2018年8月時点では河北町内で13店が提供している。 具は、鶏肉とネギがメインで、つゆは、蛍骨出しで冷たくしてある。使用する鶏肉は、若鶏ではなく、固めの鶏肉が良いとされる。冷たい肉そばが、どのようにして誕生したのかは定かではないが、以下のような説がある。河北町の企業組合である、河北冷たい肉そば研究会が、主体となり、第6回 B-1 グランプリに出展したことから、 日本全国に知られるようになり、河北町に冷たい肉そばを食べに来る観光客も急増している。桜んぼ狩り目的の観光客と合わせて、例年6月から7月にピークを迎える。2018年には、PR 大使を務める最上川氏が歌うテーマソング、死の冷たい肉そば温度が発売されるとともに、常温保存できる土産用肉そばを研究会が開発、発売した。 商品パッケージのイラストは最上川氏が手掛けている。ありがとうございます。